証拠りもなくまた来たか。待たせて悪いな。もしかしてあの剣にはまってる子はアクエブラスティアの？ああ間違いない。棒をわきまえるバカどもが、カプアノール、ダングレスト、ついにガスファロストまで。忌々しい小僧どもめ。バルバス、ここまでです。潔くバクに着きなさい。まもなく騎士団も来る。これ以上の抵抗は無駄だ。そう、もうあんた終わりよ。まだ終わりではない。10年の歳月を費やしたこの大牢獄ガスファルストがあれば、わしの野望はついえぬ。あの男と帝国を利用して作り上げたこのブラスティアがあればな。あの男、町のコアをくだらねえことに使いやがって。くだらなくなどないわ。これでホワイトホースを消し、わしがギルドの頂点に立つ。ギルドの後は帝国だ。この力さえあれば世界はわしのものになるのだ。手始めに失せろ、ハエども。大丈夫か、みんな。あの件はちょっとヤバいぜ。ヤバいっていうか、これ反則でしょ。圧倒的ね。ブラスチェとバカにしておったが、使えるではないか。そんな。どうした小僧ども、先だけか。まだまだ。お遊びはここまでだ。ダングレストごと消した方がいいわ。伏せろ。暇も興味もなかったんじゃないの？あいつ！いた！今はよそ見すんな！かわく、貧弱な。形勢逆転だな。さかしい知恵とブラスターで売る力などまがいものに過ぎんか。所詮最後に頼れるのは己の力のみだったな。さあ、お前ら剣を取れ。あちゃ、力に酔ってた分さっきまでの方が扱いやすかったのに。開き直ったバカほど扱いにくいものはないわね。ホワイトホースに並ぶ強者、ゴーランのバルボスと呼ばれたわしの力と、わしが作り上げたブラッドアライアンスの力、とくと味わうがよい。しもべども、後悔せやれ、課金するな。ここで白黒つけてやる。貴様らガキなんぞ、わしの前ではチリにも親しいわ。わしはいずれユニオンを復活し、そして
世界を制覇する男。そりゃ素敵な夢だな。でも許すわけにはいかねえ。お前に人々の平和を。誰か炎症中の援護を。分かってるわ。やりやがって、イエラさん。世話やめな。頼んだぜ。頼んだぜ。これ好きな。これ好きなんだ。これくらい。
んだぜ。もう起きてくんなよ。もう一つとどめ刺す。全身に力がみなぎるぜ。これは明日を紡ぐ力です。完了と。もう部下もいない。器が知れたな。部をわきまえないバカはあんたってことだ。うわっな、なるほど。どうやらそのようだ。ではおとなしく。これ以上無様を晒すつもりはない。有利とか言ったな。お前は若い頃のドン・ホワイトホースに似ている。そっくりだ。俺があんなじいさんになるってか。ゾッとしない話だな。ああ、貴様はいずれ世界に大きな敵を作る、あのドンのように。そして世界に食い潰される。悔やみ、嘆き、絶望した貴様がやってくるのを先に地獄で待つとしよう。まったく、コアが無事でよかったぜ。アクエブラスティアのコアってそんなに小さいものだったんですね。さて、コアも取り戻したし、これで一件落着だね。でもバルボスを捕まえることができませんでした。ええ、それだけが悔やまれます。何言ってんの、あんな悪人死んで。にゃ。それにまだ一件落着には早いな。ああ、こいつがちゃんと動くかどうか確認しないと。ブラスティアのコアはそんなに簡単に壊れないわよ。そうなんだ。知ってた、レイブン。またあのおっさんは、本当に自分勝手ね。それをリタが言うんだ。人それぞれでいいんじゃない。ダングレストに帰ったんだろう。会いたきゃ会えるさ。僕も一足先に戻る。部下に仕事を押し付けたままだから、エステリーゼ様もどうか私とご一緒に。私もう少しみんなと一緒にいてはいけませんか。聞き分けのない姫さんの面倒はもう少しこっちで見てやるよ。その方がそっちも楽だろう。責任持ってダングレストには送り届けるから。わかった。その代わり絶対に間違いのないように頼む。寄り道もダメだ。いいね。わかったわかった。ではエステリーゼ様、ダングレストで。
ありがとう、フレン。浮かない顔してどうかしましたか？いや、まだデデッキの野郎をぶん殴ってねえと思ってさ。ブラスティアのコアは戻ったんだからいいんじゃないの？そんなコソ泥なんて。ま、それもそうだな。どっかで会ったら絶対にぶん殴るけど、地獄で待ってるか。嫌なこと言うぜ。ほらほら、いい加減ダングレストに戻ろうよ。じゃあ、私はここでお別れね。相棒のとこ戻るのか？相棒？誰です？それ、ここからは別行動。お互いの行動に干渉はなしね。そっか、じゃあな。ええ。もう戻ってきたよ。私は無実です。これは評議会を潰さんとする騎士団の陰謀です。往生際悪いじいさん。フレンは？ここからじゃ見えないな。騎士団を信じてはいけません。彼らはあなたたちを安心させた上でこの町を潰そうとしているのです。我らは騎士団の名のもとにそのような不実なことをしないと誓います。あなたはフレン・シーホー。帝国とユニオンの間に友好協定が結ばれることになりました。そんなバカな。今ドン・ホワイトホースとヨーデル様の間で話し合いが持たれています。正式な調印も時間の問題でしょう。どうしてアレクセイめは今別次で身動きが取れぬはず。確かに騎士団長はこちらの方に顔を出された後すぐに帝都に戻られました。では誰の指示で？まさかこんな若造に我が計画を潰されるとは。これでカプアノールの人々も圧政から解放されますね。次はまともな執政官が来りゃいいんだがな。いい人が選ばれるようにお城に戻ったら掛け合ってみます。お城にってエステル、帝都へ帰っちゃうの？はい、ラゴンが捕まってもうお城の中も安全でしょうから。本当は帰りたくない。って顔してる。そんなことはないです。ま、好きにすりゃいいさ。自分で決めたんだろ。帰ります。これ以上フレンや他の方々を心配させないように。寂しくなるな、ラビド。
ゆっくり寝かせろって。ラゴが、ラゴが！ラゴがどうしたって？評議会の立場を利用して罪を軽くしたんだって。少し地位が低くなるだけで済まされるみたい。ひどいことしてたのに。面白くねえ冗談だな。冗談じゃなくて本当なんだよ。これが今の帝国のルールか。たく、本当に面白くねえ。どうしよう、ユリ。さてな。ちゃんとした罰も受けないなんて、こんなの絶対おかしいよ。そうだ、エステルに言えばなんとかなるかもしれない。おい、あんまお姫様に迷惑かけんじゃねえぞ。ったく、何やってんだよフレン。あいつ駐屯地のテントにいるかな。